不明危うし第一章話は少し後へ戻りますその日の夕方奥目は神妙に留守を守っていると窓格子の外から安土九十郎が顔を出しました右京殿を連れ出したがあの男は気も弱いが途方もなく酒が弱いなどうかなさいましたか奥目は窓格子から顔を出しました 腹痛を起こして困っているんだよ慣れたお前の手がいるようだちいと来てくれないか安土九十郎はさりげない調子で誘い出すと奥目は耳の遠い婆さんにも言わずそのまま飛び出したのも無理はありません前掛けをポイッと取るとそのままよそ行き姿になるのですおやこれは隠蔽の空き屋敷じゃありませんかいち早くも奥目は気づきましたが その時はもう遅く、「ここに近道があるんだよそれ右京殿の声が聞こえるではないか」そう言われて耳を澄ませた奥目は後ろから力いっぱい突き飛ばされてはっ次の瞬間にはベの屋敷の鉄のようなほう六尺の密室に押し込まれてしまったのです騒ぐな娘ここはンベの秋屋敷だ古くはなったが物の役には立つ。 昔昔ンベの殿様はこの密室の中へ気に入らぬ家臣を放り込んだんだ。ちくしょう。おくめは悔しがりました。ところでお前には一つだけ尋ねたいことがあるのだよ。気に入らなきゃ黙っていてもらおう。いつかは俺が探してみせるつもりだが、その前にお前は死ななきゃならない。お前は長い間、柿本平左衛門と小池の先代の様子を見ていた。 二人は途方もない金を隠してあるに違いない。三千両や五千両ではない。一年前に不意に小池文三郎が死んだ。俺はその金の隠し場所を右京から聞こうと思った。幾度ともなくおびき出したが、右京は成人らしく振る舞ってどうしても言わぬ。そのうちに柿本平左衛門は死んだ。何万両という金は煙のように消えるはずはない。 そのありかを知っているのは柿本平左衛門を殺した下手人とお前のほかにあるはずはないいやいやお前が下手人かもしれないのだ安土九十郎は念入りに密室を締め切って頑丈な格子窓に持たれました目の前には月の光と水が流れます春の夜の月は薄寒く海近い流れはゆらゆらとして 動くとも見えず不思議に和やかな景色を醸しております奥目は目を上げて次の言葉を待ちましたこの男が何を言おうとしているのか奥目にとっては謎のような気持ちですが突き詰めたかぼにはいつもの人をバカにしたような表情はなく妙にこわばったどんらんな悪意がみなぎるのでした「第二章俺はもうこの上の我慢はできない」。 柿本平左衛門の隠した金それを今ここで手に入れるのだ安土九郎は窓越しをたたきましたいかにも食いつきそうな総合です私はそんなものを知るはずはない知ろうと思ったこともない奥目は激しく頭を振りましたいやお前のほかに柿本平左衛門を殺すものはない虎吉もそのとおりだ 金を隠した場所を知らずに人を殺すはずはない。安土九十郎は単一教的な凶暴さで頑丈な老豪士をいたぶるのです。右京は相手にならず。柿本の番頭は二人とも疑いの外に立っていると安土九十郎はつい奥目を責めさえなむほかはなかったわけです。奥目、良いか。この牢の上には 何百貫とも知れぬ石が積んであるのだよ。俺がその気になって廊下の鎖を一つ切ればお前の頭上へその石の天井が落ちてくるのだ安土九十郎は少し遠のくと密室の天井の辺りを見てニヤニヤしながら続けるのです「よいか娘。 この牢は久しく使わないが昔はこの仕掛けで幾十人もの人を殺し今は使い道もなくそのままに捨ててあるのだだが仕掛けに何の狂いはない安土九十郎の言葉を奥目は無限に聞きましたさしたる感動もありません頭上の石は地獄の門のようにお前の上に落ちてくるしばらくの命だほんな安土九十郎は 廊下に飛び込みました柱に仕掛けた巨大な鎖を外しさえすれば奥目は待てしばしはなくみじんの肉泥となって飛び散るでしょう。バカ私は何にも知るものか夫も知っていたって言いやしないお前なんかに言ったな女安土九十郎はこの女から一言も引き出せないと悟りました。むらむらと込み上げてくるのは 今までで蓄積させた恐ろしい憎悪です右京を誘う旅ごとに中へ入って邪魔をしてきたのはこの十八娘ではなかったか見るがよい安土九十郎は何万両かの金は一人で探すとしてとにもかくにも柱にかけたサビだらけの鎖をぐいっと引きましたそんなバカなことがと常識的な人は言うかもしれませんが江戸の昔 封建大名の屋敷はこういった秘密は至るところに包蔵されていたのです三百諸公の江戸屋敷は絶対的に違い封建でしたその中でどんなに暴虐で淫乱なことが行われたかはわずかに天の身が知るだけです。陰部の屋敷と言われた深川の大名屋敷今は知る人もなく朽ち果て幕府も住む人もないままに放ってありますが。 昔ながらの仕掛けは呪わしくもまだそのままに息づいているではありませんか安土九十郎の引いた鎖もその呪いの密室の一つの仕掛けでした数百貫数千貫の石はその手に従って雷火のごとく上から落ちてくるはずですもろもろの小石が雨のように落ちました奥目は一物の支えもなく その密室の下に立って、雷電よりも激しい天井を支えなければなりません。第3章低変な音だ。雷鳴にはまだ早いが。平次と八五郎は一目散に矢部を分けました。空き屋敷の庭、どこからともなく凄まじい音が混じっているのです。早分、あの辺だよ。八五郎は早くも、 秋屋敷の庭の一区からものすごいほどの土ぼこりの立つのを見つけました。行ってみようホチ。二人がその中心に飛びついたときは、春の月とおぼつかない手色の光で一切のことが判明しました。大石ぼつんだ吊り天井はわずかに星の高さより一尺ほどの下にぶら下がって、なおも一寸に寸と緩やかではあるが。 こうすべからざる力で下へ下へ降りているのです親分何にも見えねえ明かりを明かりをもっと高く声を限りに叫ぶのは八五郎でした格子の中に人がいるじゃねえか平次はそれに構わず他のことを言いますほあの娘だ奥目だはてまて平次も顔を寄せました 吊り天井に打たれようとしてわずかに身をかがめて助かっているのはあの奥目の泥と埃だらけの顔ではありませんか。待て、俺が助けてやる。八五郎は老豪四に飛びつきましたがみくともすることではありません。あ,あっあっ落下する吊り天井は奥目の力で刺さうべくもなく物の弾みで二度は食い止められても青石を砕き。 歯車をきしませて死神のごとく致命的に一寸二寸と落下してくるのです釣り天井は長く使わなかったので左右の溝に食い止められているだけ旅と誇りがいつまで奥目の命を救うことでしょう恥、報酬を上げるほかはねえそれまで平治は遊んでいたわけではありません辺りの情報から落下してくる釣り天井を見定めてこういった時はもう 奥目は中腰になったままわずかに釣り天井を支えているありさまですあちおめえは手足るしずえに中へ物を放り込め一尺でも二尺でも平治はそういううちにも大海老城に手ぬぐいをまきました一呼吸二呼吸城はなかなかねじ切れる様子もなく密室の中の奥目は中腰から腹ばいに最後には床の上に押し伏せられるのをどうすることもできませんバあ 高らかに笑うのは悪魔のような人声です。<ッ>顔を上げた平治の頭上へ一抱えほどの石が飛んできました釣り天井の上にいる安土九十郎が山が入ったと見てすぐ作業を回したのですいやその邪魔は2人の御用聞きと見るや釣り天井の上へ投げ込もうとした石を平治の頭へ遠慮もなく叩きつけたのは大変なことでした。平治は 辛くも身をかわしました八五郎の手に乗ったおぼつかない手職がこんな時にとんだ役に立ったのです余計な邪魔だてだ安土九十郎は二つ目の石を取り上げました少し小ぶりですがそれをまともに叩きつけられては銭形平治の命はいくつあっても足りませんや密室に押し付けされた奥目の命はそれよりもなお危うかったのです 四章八奥目を頼んだぞ必死の場合でした平治の手からは久しぶりの銭が飛んだのです二つ三つ最初は安土九十郎の額をたたきましたひるむところを三つ五つ乱れ打つ指紋線は頬と顎をたたきました九十郎はハッとしました腹立ち紛れに 悪い敵を作ったことに気がついたのですしかし今さらどうすることもできず一頭を回して立ち向かうほかはありません目の上顎から生え五つも六つも叩かれていささかひるんだところで八五郎は最後の馬鹿力で辛くも格子の錠前をねじ切りました吐いたもはや密室の床にうつ伏せに叩きつけられたような奥目を引き出すほかはありません八五郎にとって それはなかなかの努力でしたしかし決して無駄働きではありませんあつな助かったありがとう大して怪我もなく引き出された奥目は八五郎の手を取って無性に打ち振るうのですその上こうなると平次の方はたちまち味方が3人に増えました八構うことはねどの男を叩き伏せてくれ手取りにするんだ我慢のならねえ野郎だ何よ離れ 安土九十郎は必死の防戦に努めましたが三人を相手では長く続かず間もなく上頭を叩き落とされてひどく負け色が濃くなりました。